こんにちは、アダイカグベッド館の M 島です。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はですね、先週ですね、ドリームベッドさん、サータ、ルフ、こちらの値上げの方の、動画をアップしたんですけど、今回はアンネルベッドさんですね、こちらの方が10月1日より、値上げされます。で、弊社の方も9月いっぱいで、旧価格っていうのを、発して新価格、値上げした価格で販売せざるを得なくなりました。だから9月1日からドリームベッドさんで、10月から、アンネルベッドさんですね。で、各メーカー、値上げをしていきますので、ベッドをね、ご検討される方はもう早めに手を打って検討していただいて購入だけしていただくと。一応弊社の方も年内いっぱい、もう少しですね、春ぐらいまででしたら、商品の確保はできますので、早く買っていただいといて、納品は後からという形も取れますので、ぜひとも、この機会にご購入いただければ幸いだと思います。あとよく、最近聞かれるのはやっぱり東京スプリングさん、弊社でもやっぱり、推しのメーカーなんですけど、東京スプリングさんに至っては、アワーグラスアールグレー、こちらはもうメーカーと、よく折衝しながらですね、なんとかもうしばらく今の価格を継続していこうということで、話しておりますので、なんとか今のところ現状でアワーグラスアールグレーの方は、やっていこうかなと思います。ただ、それ以外の、商品ですね、アワーグラスアールグレー以外の商品に関しては価格の変更か、もしくは、商品を廃盤にするという形ですね。廃盤にして、もしよろしければ、商品変更という形か何かで、販売するかっていうのは、検討中なんですけど、アワーグラス以外の商品に関してはちょっと、値段の方が、どうしても上がっていかざるを得ない状況にはなっております。各メーカー上がってるんですけど、今後フレームとかのね、メーカーも現状お伝えできればと思うんですけど、全てのものが今コロナ禍を明けて、上がってきてると、一番大きいのはやっぱ運賃ですね。運賃の方が、もうすごい高騰してますので、従来うちとかでも3倍4倍ぐらいまで上がってるのも現状です。運賃がすごく高くなったっていうことが一つと、あと原材料とかもそうなんですけど、海外から入ってくる商品もコンテナっていうね、こちらの運搬料なんですけど、こちらの方がもう大幅にお値段が上がってる状態で、そちらの方で、商品が上がってると。で、あと輸入にしたら、特に中国ですね、中国の方は、人件費もすごく上がってますので、物がどんどん高くなっている。なおかつ、家具とか一番、アメリカや、中国などを中心にですね、今家がすごく売れています。これはウッドショックといいまして、建築用に、木とかの材料が、流れていってですね、高騰していると。で、品不足になって、家具の方のに回ってくる木材がもう高騰してるっていう形に今なっております。で、フレームとか合わせて家具、もうすでにダイニングセットとかはもう大幅に値上げをされた後なんですね。ですから、今後、ベッドマットレスとともにですね、フレームの方もお値段が上がっていきますし、次週以降もこの今無垢のフレームとかを中心に、今の値上げの現状ですね、こちらの方を
ご説明していきたいなと思います。まあ、値上げばっかりであれなんですけど、できるだけ早くですねご検討いただいて購入していただくには今がもう最終チャンスだと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。